この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。プロエシがあの名画をリメイクしてみたー、ということで、こんにちは、斉藤直樹です。皆さん、美術の時間なんかで昔の名画を鑑賞して、うわーいいなーって思う反面、あれちょっと待てよ、これ今風に描いてみたら現代の僕らが見てももっとかっこよく、可愛く、もっとキャッチーな感じにリメイクできたりしないかな、なんてね、思っちゃったことないですか。今回はですね、そんな誘惑に素直になって、みんなが知っているあの名画をプロイラストレーターの僕がイラスト風に可愛くリメイクしていっちゃいたいと思います。まあね、今日チャレンジしていく2枚はですね、誰もが知っている有名な2枚なので、もっとその絵を良くしていくっていう視点ではね、決してないんですけど、この動画を見ていただければ現代のイラスト表現と見比べることによって、今と昔の表現の違い、そして意外なルーツなんかにも気づいていただくことができ、自分のイラストを描いていく際のデフォルメ表現にも活かしていただける部分があるかもしれませんよ。はい、じゃあ早速紹介していくんですけど、今回チャレンジしていくのはですね、この2枚です。じゃじゃん、北川歌麿作ポッピンを吹く女、そして言わずと知れたレオナルド・ダ・ヴィンチ作モナリザですね。なんとこの2枚を今からイラスト風にアレンジしてリメイクしていってみたいと思います。それでは早速行ってみましょう。まずはこちらの絵をイラスト風にしつつ可愛くしていきたいと思います。いや、自分で選んどいてなんなんですが、このポッピンを吹く女、可愛いイラスト風にしていくのめっちゃ難しそうなんですよね。まあただね、この浮世絵美人画って言われるくらいですから、この時代での日本ではおそらくみんながね、この絵に対して可愛いとか綺麗とか思ったと思うんですよね。でもそう考えると、かなり今と昔では可愛いの形が違ったものになってきたように感じますね。特にですね、この絵は髪型が課題ですね。というのもですね、本当に可愛くできるのかなって思ってですね、ちょっと髪に軽く落書きしてみたんですけど、こんな感じになっちゃったんですよ。いや、もう無理でしょ、この髪型で可愛くするの。まあでも頑張ってチャレンジしていきたいと思いますけどね。でね、おそらく皆さんそこはかとなく気になっていると思うのが、そもそもポッピンって何っていうところだと思うんですけど、ポッピンというのはですね、ガラス製のおもちゃのことですね。口に加えてふーっと吹くとペコンペコンと音がするということで、そんな舶来品のおもちゃでおしゃれに遊んでいるナウナヤングの姿を描き出した版画ということなんですね、この絵は。あ、今言ったナウナヤングっていう言葉にちょっとびっくりした人もいるかもしれませんが、そうなんですよ。浮世絵っていうのはですね、実は今でこそ美術品として取り扱われているんですが、昔の人にとってはブロマイドみたいな役割を果たしていました。特にね、江戸時代に人気を博した芝居役者や遊女の浮世絵はですね、庶民にとっては今の時代に例えると簡単には会うことができない芸能人のブロマイドやポスターを手に入れるような感覚に近かったみたいです。そしてこのポッピンを吹く女の作者北川歌麿も浮世絵の技法を極めた一人でした。中でも歌麿の売りはですね、この髪の毛ですね。生え際の綺麗なラインがあるでしょう。これは毛割りといってですね、ここまでの繊細な表現はなかなか当時では難しかったようです。それとですね、この絵のメイン題材といってもいいポッピンですが、ガラス製のおもちゃなんてね、この頃は簡単には手に入らない舶来品、おしゃれインポートアイテムですから、そういった最新のファッションアイテムを紹介するメディア的な役割も同時に果たしていたようですね。いや、そう考えると浮世絵って実はインスタとかツイッターで流れてくるような最新の流行イラストに近いような側面が結構あってですね、意外と今の時代を生きる僕らが日々ツイッターに投稿するようなイラストせっせと描いている時と同じような気持ちで歌麿先生も浮世絵を描いていたのかもしれませんよね。さて、ここから着彩をやっていきます。まあ、浮世絵っていうのはですね、いわゆる版画の技法です。版画だからこそ大量に生産できて大量に流通できたわけなんですけど、実はですね
ね、浮世絵って一人で商品化できるようなものでもなくて、大きく分けて4段階工程を踏んでいたと言われています。そしてそこには少なくとも4人それぞれの工程を担当するプロフェッショナルが関わっているんですね。一人は版元と呼ばれる店で、今で言うとプロデューサーみたいな存在ですね。こういう絵だったら売れるかもという商品を企画して制作費を出してくれる人。そして次に絵師です。浮世絵の原画を描く人で、つまりここが歌丸先生ですね。でさらに次の工程として彫師と呼ばれる原画に沿って木版画の版を彫る人、そして摺師と呼ばれる浮世絵の最終工程和紙に版をする人が存在しました。そうです、この工程を見てみると浮世絵ってかなりですね、現代でいうイラストレーターに近いんですよね。ヒット作品を作るぞっていう版元の意向を聞き入れて、それに沿ってみんなに人気が出そうな美人画を描いていく。もうね、あんまり僕らとやっていること変わらなくないですか？なんかそう考えると急に親近感が湧いてきますよね。はい、でここからはですね、表情の微調整ですね。歌丸先生の絵柄の売りもですね、実はこの表情作りにあったと言われています。女性がふとした瞬間に見せる何気ない仕草や細やかな表現を絵に表すことができる絵師ということが、歌丸先生が人気絵師たるゆえんだったと言われています。そう言われてみるとね、絶妙に粉まいきそうな目の表情だったり、ポッピンを加える口の開け方がね、妙に生めかしかったりする部分、かなりこだわって描いているようにも思えてきますよね。今回リメイクするにあたって僕もですね、この辺のニュアンスを組んで、今僕だったらこんな風に描くなっていう風な目線でね、描いてみました。はい、こちらで北川歌丸作ポッピンを吹く女イラストアレンジバージョン完成です。はい、改めて元絵とアレンジバージョンを並べてみましょう。ですね、動画の最初で言っていた髪型、特に前髪っていうのかな、これはここ元絵ではさっぱりと何もない髪型なんですけど、ちょっとね、今の僕の感覚から言うと、ここに何もないと可愛いっていう印象を作れなかったので、こんな風に上にボリュームを持たせるような髪型にしてみました。それとですね、歌丸先生のこの目つきがいいなって思いましたので、ここを現代アレンジを加えて大きく描きつつですね、下まぶたを微妙に上にカーブさせて、おしゃれグッズで小粋に遊びながら、粉まいきそうな表情を浮かべつつ、自慢げに街を練り歩くこの女の子の小悪魔的雰囲気を今風に表現してみました。いかがでしょうか？さあ、それでは次の作品に行ってみましょう。はい、次にリメイクするのは誰もが知っているあの名画モナリザです。なんかもうね、この絵をリメイクするっていう時点で恐れ多いものがあるんですけどね。いや、ただなんか昔同じようなことあった覚えがあるなーってぼんやりね、デジャブみたいな感覚を感じてですね、フォルダを漁ってみたところ見つけました。はい、レッツカイオーですね。なんかね、昔バキドモエの中拍子をこれにしようと思って編集さんにこの画像を送ったところ、めちゃくちゃ渋い顔をされて速攻でボツになりました。はい、それだけです。1503年から1506年頃にレオナルド・ダ・ヴィンチが描いたモナリザは、誰を描いたのかに関しては謎に包まれているんですが、一説ではイタリアの貴族リザ・デル・ジョコンド夫人を夫に依頼されて描いたとされる説が有力のようです。ただね、この作品をじっと見ているとわかるんですけど、なんとなくリアリティを描いているような幻想的な雰囲気をまとっているんですよね。それはなんでかというと、まず一個はモナリザのシルエットですね。これはレオナルド・ダ・ヴィンチの作風とも言えるんですが、明暗の対比をものすごく大げさにして、顔の部分だけをとりわけ強調しつつ、人物の輪郭については意図的にぼやかして描いているってことです。ただただ現実を写真のように写し取るような表現ではなく、自分の中で理想化された姿を描き出すっていう意味ではですね、これ手法は違いますが、こちらもある意味デフォルメを効かせた作品といってもいいかもしれません。またですね、モナリザを語る上では背景の独特さもよく触れられますね。特にね、これは有名な話なんですが、人物の顔を挟んだ左右の風景、これよく見てみるとわかるんですが、明らかに左右で繋がってないように描かれているんですよ。それと画面中央部分、両端の背景のぐにゃぐにゃうねるような道も特徴的です。こんな風景はイタリアの肖像画っぽくないので、現実ではない複雑な人間の内面
性を表現したものだという見方もあるようです。それとね、なんといってもモナリザの神秘性の一つは表情だと思います。モナリザってなんとも曖昧な表情してるように見えるんですけど、これですね、オランダの研究者によって表情を認識するコンピュータープログラムで解析を試みた結果、幸福 83%、 嫌悪 9%、 恐れ 6%、 怒り 2%、 中立性 1% という結果が出たらしいんですね。しかもどの角度でどの距離で絵を見るかによっても微妙にその表情の印象が変化すると説明されております。近くで見た時には慎み深い表情だったものが、離れた位置から見ると朗らかに微笑んでいる印象になるんだそうです。それとね、鑑賞者がどの方向から見てもモナリザと視線が合い続けると言われるぐらい、モナリザってちょっと怖いぐらい目力があるんですよね。そういった部分も彼女の神秘性の魅力の一つだと言っていいと思います。まあそんなモナリザの神秘性をね、もちろん僕がイラストで、しかもこんな小1時間程度で表現できるかって言ったらそれは無理なんですけど、僕がですねモナリザちゃんをイラストにするにあたってこれはって思った部分はですね、ここです。おでこ、あのね、モナリザちゃんおでこめっちゃ綺麗じゃないですか。僕の中でモナリザちゃんといえばもうおでこちゃんですので、おでこをねとにかく綺麗に描いていきたいです。ほら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 、可愛くなってきたでしょ。でね、最後に背景部分を描いていきます。背景はさっき紹介したように左右で繋がらなかったりね、なんか独特な雰囲気を持っていますから、そんな神秘的な表現を保ちつつもライトなイラスト風に描いていってみたいと思います。まあ背景については結構サラサラと描いていっていますが、元絵を見るとここにもいろいろな謎が隠されているらしくてですね、その一つが向かって右側の肩あたりに書いてある橋ですね。この橋はフォンテベッキオとして知られる橋なのではないかという説もあるんですが、なんでかっていうと、まあ、この解像度で見てもよくわかりませんが、元絵をよーく見てみると橋の一部にね72っていう数字が書かれているらしいんですね。で1472年にこの地に大洪水があったことから、これはこの橋がフォンテベッキオなのではないかという憶測を呼んでいるということでした。なんてね、見れば見るほど不思議な絵なんですが、そんな神秘性を一切無視して可愛いイラスト風にしちゃいました。モナリザちゃんイラストバージョン、こちらで完成となります。はい、それでは改めてモナリザの元絵とアレンジバージョン比べてみましょう。いやもうなんかね、ここまで神秘性というか表現の奥行きというか違ってくるのかっていうぐらいね、若干面白くすらあるんですが、なんか僕的にはですね、元絵の目が慈悲深い目だなっていう、そういう印象が強くあるんですけど、そんな慈悲深さをですねイラストに表現しつつ、今っぽい可愛さで描いたらこんなイラストになるのかなっていう風に、そこの部分だけはね、なんとかギリギリ描き表せたかなって思います。いやそれにしてもですね、今回のこの絵を描くにあたってモナリザのこといろいろ調べながら描いていったんですけど、例えばこの前で組んだ手なんですけどね、この組んだ手によって見ている人、鑑賞者との距離を一定に保っているんだっていう考察もあったりして、さすがにそれは深読みしすぎじゃねとか思っちゃったわけなんですけど、そのぐらい深読みされるほどみんなが真剣にこの絵と向き合うだけのパワーがこの一枚に含まれているっていう凄みを感じましたね。まあ、絵じゃなくても多くの人をこれだけ魅了してしまうっていう表現、いつか僕もしてみたいなーなんていう風に思いながらですね、モナリザちゃんおでこかわいいとか言っている自分の俗っぽさに打ちひしがれた、そんな時間でした。はい、いかがだったでしょうか。まあ、デフォルメ表現って現代になってから発展してきた表現のように思っちゃうんですが、実はよくよく見てみると様式やバランスは違いますが、実は昔から発展させてきたんだっていうことが今回のチャレンジを通してよく分かりました。そういった意味では今のアニメ表現があるのも、今回紹介したような名画のような表現から徐々に徐々に積み重ねてきた人類の英知の結晶なのかもしれませんね。いやー、そう考えると100年後の可愛いの気持ちがすごく気になってきますよね。そしてそしてデフォルメ表現といえばこちらの動画、印象値って何、顔もっと可愛くする
する魔法を教えます。こちらの動画はですね、顔のバランスについて紹介しています。顔の左右のバランスを取るときに、自然の法則とは違った法則でバランスを整えることによって、可愛いをさらに強調する技法を印象値という言葉を使って説明した動画です。興味があればこちらもぜひチェックしてみてくださいね。概要欄に URL を載せておきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか。新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。